どうもこんにちは、ゆきちかです。今日もエカンナインやっていきたいと思います。今日は甲子園決勝でございます。春の選抜甲子園初制覇できるように頑張っていきましょう。野上くん、神丸くん、松枝くんでございます。野上くん一択でございます。小田くんでもあります。こんな感じのオーダーでいきたいと思いまして、やかし春日工業、福岡の高校か。いいね。確か春日工業前戦ったよね。なんか総合戦力 A ぐらいじゃなかったっけ、確かだけど。福岡の高校って前いじった気がする。やっていきましょう。総合戦力 B、 今回結局 A と当たんなかったな。よし、大食べてまいりましょう。山下くん、はい。千田、千田ってバイト先のあれにいたわ、社員さんにいたわ。はい、やっていきましょう。阿部日中西くん強いね。いいね、強いね。まあだから、でもベンチメンバーも割と強い気がする。お、阿部選手ね。そうそう。このま、このチームね。もう、阿部選手と中島選手は前回話したんで大丈夫でございますと。やっていきましょう。走れるでしょう。オッケー。か、スローボールならまず余裕。なんなら二塁越して三塁までいける。センター走りいきます。いけ。確定ホームランしか打たない。野上くん。確定ホームラン見せてくれ。これは落ちる、落ちる、落ちる、落ちる。ナイス。これが野上くんです。これが良太郎です。これが、ネームセンスのない良太郎くんです。おし、点取ってる。いいね。順調。中井くんが打ってますと。最高でございます。ありがとうございます。よし、点流していきましょう。普通にソロムランでいいよ。ソロムランで。まあ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 。ランナーいないからね。ワンアウト二塁。で、中井くんと。お、カット打ち入りました。中井くんのカットマンです。これがカットマンです。カットマン。キャットマン。お、すげえ。カット打ちってやっぱ強いね。まあまあまあ、最低限、最低限。全然最低限。で、渋川っち。5だな。転がせ。おー、あー、うまいね。うまいけど、惜しい。普通にいいとこ行ったけど。え、ワンアウト二塁でございます。松枝くん、ここは、速球でストライク取れていきます。押せ、球威で。球威で押してけ。OK。OK。アンダースタンド。ナイス。最高。臭いところで行きましょう。オール臭いところで。オール臭いところで行きます。OK。散らしてけ。うわー、ごめん。今のは俺のミス。臭いところあんま続けると良くないんだよね。やばい。まあまあ、ここで絶不調だからね。えぐってけ。クロスファイヤー。クロスアンドファイヤーで行きましょう。クロスファイヤーしか、勝たん。勝たん。オッケー。あ、嘘、逆転された。まあ、こんぐらいじゃないとね、やってらんないよね。やっていきましょう。9番、抑えろ。マジ、そうじゃねえよー。今のはファーストでしょ。まあ、いいか。しょうがない。そういうミスもあるよ、たまにはね。オッケー、ナイス。とりあえず切ろう。今のはかわいそうだな、松枝くんが。まあ、しょうがない。頑張ろう、頑張ろう。あと残り2点取りに行こう。オッケー。オーケー、閉めろ。オッケー。サード、浅村選手ミスないでね。まあ、浅村選手今、現実じゃサードあんま持ってないからね。野上くんはセンター返し。ホームランが見たい。これは抜けるかもしれない。抜ける、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 抜ける。オッケー。うまい。よし、ノーアウト一二塁。で、秋パイセンか。足もあんま速くないし、センター返しできます。普通だったらセーフティーだけど。秋パイセンなら打てる気がする、俺は。俺はね。オッケー、これができる。うまい。うますぎる。天才。オッケー、帰ってくるんだ、帰ってくるんだ。オッケー、ナイス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 。返そう、返そう。犠牲フライできます。犠牲フライ4なら犠牲フライ。頑張れ。今のスローボール入ってるか？結構ボール気味だぞ。おー、惜しい。中井くんです。中井くん、なんとかしてくれるんじゃない？強振、かな。犠牲フライできます。オッケー、超えたー。頭超えろ、頭超えろ、頭超えろ。オッケーです。ナイス、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 ナイス。逆転じゃなかった。同点だわ。頑張れ、渋川くん。もうスクイズはしないよ。攻めるよ、俺は。あー、ただ、松枝くんを下ろすわけにもいかない気がするんだよ。松枝くん、打って。ジエンゴ行きます。ジエンゴ頼む。1割にかける俺は。10分の1のラッキーチャンス。まあ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 、そういう時もある。とりあえず同点でいい。松枝君を下ろした方が良かったのかな。いや、まだだな。俺は攻めるよ。行きます。速球で押します。速球で押します。1割のピッチャーには打たれるな。OK です。疲れた。松枝君。まだ行くよ。松枝君投げれるよね。答えは聞いてない。いける。OK、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 OK。このまま行こう、このまま行こう。油断せずに行こう。野上くん、野上くん。まあ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 、初球凡打もある。そういう時もある。よし、ノーアウト一塁、ノーアウト一塁を活かせ。どうしようか。どうしようか。センター返し、センター返しでいいわ、もう。頑張れ。そろそろピッチャー疲れるはず。お願い。うわ、三振かい。エンドランは無理だし、
これ2個以下だったらいいや。オッケー。まあ、ヒットバント。で、中井くんね。線流していきます。中井くん頑張れ。まあ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 、惜しい。ノーアウト1塁。ノーアウト1塁で松枝くんどうしようか。ゲッツーシフトで、速球で押します。ストライクを取ります。2番なら抑えれるはず。4番には回したくない。回しちゃうか。いや、まだここでゲッツー取れば大丈夫。阿部選手。確かそんなに足は速くなかったはず。ストライクを取れて押します。 OK 取れる。よし、で4番か。4番勝負。チャンス A だから、とりあえずチャンスじゃないから OK。 外角中心でいきます。速球の外角、伸びしを信じろ。マジマジやばい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 。ピッチャーね、ここでピッチャー。外角流し打ちで速球できます。 OK ナイス。浅村選手今度は流さない。ナイス。でね、でここです。問題はパーシーします。これ走ればセーフだな。セーフだな。セーフセーフ。ナイス。代打菊池に行きます。精密機械。オッケー。あ、センター返しなのか。センター返しならしていきます。オッケー。落ちる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 。オッケー。いいね。おっ、さよならはあなたから痛い目を楽。魔物か。もう勝ちに行くか。まあ出しときたい人もいないけどね。さよならはあなたから痛い身もなく、ただ街を見下ろした。センター返しできます。強振でナイス。魔物じゃなくて勝てました。イエーイ。俺ってさ、甲子園決勝マネージャーが走ってたよ今。マネージャーいないよ。でも今、いや、さよならで決めること多くない？おし、後悔いきます。後悔くんで音痴やな方はいつも通り30秒スキップお願いします。30秒か20秒スキップお願いします。トゥードゥードゥードゥー。僕ら白がね、こうこうは今日も精一杯頑張った。みんな頑張って優勝をつかみ取ったよ。新しく20人揃ってないけど、みんなと条件違くても精一杯だよ。遥かなる白金、ここここここ。来年20人になってきます。ありがとうございます。4万人の皆様の前で歌わせていただきました。私ゆきちかでございます。覚えてあげてください。ありがとうございます。お、春夏連覇のトロフィー獲得した。春夏連覇ね、初の春夏連覇でございます。松枝くん頑張った。ありがとう松枝くんのおかげだわ。まあ浅村選手のエラーは許します。まあでも全体的にいい感じで成長しましたね。野上くんが成長したのが俺一番でかいと思う。よし、そんな感じで次回入学式からやっていきたいと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。またね。